チェコ共和国でのレジャー機の一レジャー機は、チェコの村。1942年、ドイツ占領下のチェコスロバキアで、武装親衛隊により全滅させられた。レジャー機には粗末な石造りと小さな藁らぶきの家に住む、人々が住んでいた。そこには、水車小屋の周りに8つの家が存在し、この水車小屋は、村の基礎となっており、村は、小川レジャークの名前から名付けられていた。 1941年12月、何人かの空挺降下兵が、ボヘミア・モラビア保護領に降下した。一部は、ラインハルト・ハイドリヒ暗殺のため送られた。残りは、シルバー作戦のため送られた。レジャー機の人々は彼らを助け、ラジオ局を隠れ家に提供した。ハイドリヒの暗殺の後、軍政のナチスによる報復が始まった。6月10日、 リリィテの村は破壊され、そこに住んでいた男性は射殺された。6月24日、500人以上の武装親衛隊員がレジャー機を包囲し、すべての住民を連れて行き、村に火を放った。パルデビツェでは、32人の村人が射殺され、地方の墓地に埋葬された。13人の子供は分離された。6月26日には、新聞発表によりこの事件が、 明らかになった。1943年のクリスマスまでにレジャーアキは破壊された。子供二人がアーリア人化の計画に選ばれた。残りの11人はヘウムの絶滅収容所に送られ、1942年にリディツェの子供と一緒にガス室で殺された。リディツェと異なり、レジャーアキは戦後再建されることなく、記憶の中にのみ残っている。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。レジャー木村の虐殺に関するカテゴリー。ありがとうございます。